これがつくんです。味噌汁の代わりに。味噌汁の代わりに。ボリュームが。これ500円なんですか？500円よ。すごいです。この湯気だけで美味しそうなんで。美味しそうです。お、すごい話題よ。焼き飯美味しそうでしょ。多いです。醤油ですもんね。食べること大好きだし。すごい。すごい。要するに草原の二人がやってるみたいな。で、知り合いとか来たら手を止めて喋りやすい。これは何をされる？今日はね、スキニスキニ、あ、日替わりのランチがある。日替わりで、お弁当もこれ入れるし、牛肉3キロ。日替わりって650円でしたっけ？650円。安いですよね。で、これが入った弁当が500円。え、安い。ご飯も大盛りですよ。すごい。なんかみんな値上げするとその金額が変わるから面倒くさいみたいなこと言いますけど、そう、面倒くさいよね。で、別に多分そこまでお客さんもとかはないと思う、うん、ないなくなったら困ります。だいたい50食ぐらい仕込んでるみたいなこと言ってましたけど、うん、それとお弁当は20食だと70食ぐらいとか、どうですか？だいたい60ぐらいのか。あ、うん、お一人だと大変ですよね、じゃあね。そうなんよ。3年間毎日取ってくれる会社があって、すごい、それは嬉しいですね。ちょっとすごくないです、うん、だって普通買えますよね。買えるし飽きるじゃん。私でも嫌じゃもん。だいたい私でも作るの好きだっけ。あ、だからやれるんですね、うん、食べること大好きだし。食べること飲むことがない。
こう牛肉とか使ったのって男の人って好きみたいで、豚肉とか好きですね。ほぼ日替わり。あ、じゃあそれはちょっと統一されて楽ですよね。そうだから日替わりを本当に好きなようなものを作ってたらこっちが楽。あ、日替わりが弱いとそういろんなの作らなきゃいけなくなる。そう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 日替わりが切れないようにすぐなくなる時があるんだけど。人気すぎて、うん、なったら今度はカツ丼とか。あ、カツ丼もちょっとここ売りなんで。売りですね。うん、そこに。ね、マシ。いや、飽きさせないように、はい、月曜日はあら汁で、あら汁とおでんが必ず作るんです。いいですね。で、火曜日が豚汁で、豚汁は。で、水曜日が炊き込みご飯、はいはい、に変えれるし。あ、変えられるの、うん、あ、そういうこうちょっとワンポイントがある。そうで、今日はうどんの汁、ミニうどん。うどんを作るんですか。うん、あの味噌汁じゃなくて、味噌汁じゃなくてうどんが作る。うん、本当にちっちゃいのがね。で、金曜日はカレーが特別に。金曜いいですね。金曜日、うん、牛すじカレーが。え、あるんです。それ普通の定食がついてるのにカレーもついてるんですか。カレーはもう別メニューで、ュー金曜日だけカレーがありますね。いいですね。で、土曜日は1週間の余ったもの金曜日カレーが残ったらもうカツカレー500円、あ、650円。いやいやいや、ああいうお店があるんだみたいな。これがもう毎日作ってるお弁当の。そう、500円。お客さんです。で、ここは結構野菜をすごい多めに使おうとは思ってる。野菜が不足の人も多いし、はい、だと今は魚も結構しっかり取ってもらうようには。うん、ボリュームがこれ500円なんですか。500円よ。すごいっすね。500円の弁当じゃないですか。ご飯は大盛り。これは最初の弁当で、はい、あの多分誰かが配達行ってくれる。ああ、その会社さんまで持ってて、うん、近所の。第3弾までお弁当があるんです。この湯気だけで美味しそうなんだ。美味しそうです。この子でかい。何が人気がありますか。一番がカツ丼。カツ丼。他人丼。他人丼。で、あの、で、その次が
焼き飯セットとかラーメン焼き飯とかオムライス、うん、結構オムライスが人気ない。どういうお客さんが多いんですか？あ、やっぱりね、この辺で働いてるおじちゃま関係、社員食堂かっていうようなです。社員食堂か。無料なんですもんね。うん、無料です。朝は8時半に来て、はい、夕方は片付け次第帰る。休みなく月から土曜まで。月曜から土曜まで。あ、すごい。何、お客さんの好みのものコースにするんですよ、その時は。ああ、時3500円とか4000円とか、4500円で鍋入れましょうかとか、いろんなお客さんの要望を聞きながら私がコースこう立てて、で飲み物も焼酎がいいです、何がいいですって欲しいものを用意しておいて、うん、木曜日はミニうどん、うん、これがつくんです。つくってですね、味噌汁の代わりに。味噌汁の代わりに他の定食もつくってことですか？全部これが。あ、いいですね。汁物がつく人は丼も汁物がつきます？つきますよ、これ。嬉しいよね。嬉しいし心配になりますね、私は。大丈夫か。これだって650円のカツ丼とかにもつくわけですよね。つくよ。あら、分割も早く。今かまぼこ入れようかどうしようか悩んでる。いや、やめときましょう。ん？やめときましょう。めっちゃうるさいオーナーになりそう。木曜日結構いいですね。嬉しいですね。あ、でも今月曜が多いんかね、ここ。あ、月曜日が多い。うん。だから こういう働き方でいいよって言ってもらえてるとも、まあ、すごい話だよ、うん、普通はねえ、何もかも口出されてねえ、細かいこと言われてね、うん、どうぞ。
ありがとうございます。あ、ちょっと美味しそうでしょ。美味しそうです。今盛り出したのは一人お客さんが入ってきたから盛り出したんです。大体日替わりだろうみたいな。多分ね、違ったらまあいいか。何じゃ日替わりね、大盛り。はい、カキフライ定食2つです。何します？はい。そうですね。ねごい。ねごい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。笑うな。恥ずかしいよ。慣れてないです。え？それあれ慣れないですか？ちゃんと整理してないの。じゃあ、上に上げて。ありがとうございます。ごつの方、とんこつ。それで醤油はこちら。醤油ですもんね。どんこつ。はい。ご飯は大盛りで。ご飯。ありがとうございます。すいません。はい。ゴルフ。うん？ゴルちゃんどんがるやん。あれ、あの人が食べよう思ってた。違うよ。ああ、分かった分かった。あれね、友達が釣りに行って、うん、で家こじられたんですよ。指名してるね、上手だと。